はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ストリートファイター5、LP500 を目指して今回もやっていきます。で、現在もう100を切ってるんで、ちょっとね、もう今回は勝ちに行きます。もうとにかく LP を500にしないと話にならないんで、キャラクターをチュンリーからね、あの豪気に変えました。もうとにかく使いやすいキャラを、で強キャラを、使って、もうひたすらね、勝ちにこだわるというようなところでやっていきたいと思います。じゃあちょっと検索化していきましょう。では、豪気の初陣ですね。竜か。V トリガーは1でいきます。ここら辺の仕組みもね、前回よりは理解してきたんで、あのゲージがあるじゃないですか、3つ溜まるとスーパーコンボみたいなのが使えるやつ、あれってさ、必殺技で普通に1とか消費できたんだね。それ知らなかったんだよね。3溜まってスーパーコンボ用だとばっかり思ってたんだけど、ちゃんと1とか消耗できたわ。まあ、そういうところもちょっと駆使しつつ、まあ、初戦は初心者ですよ言うても。めっちゃハドクってくんな。昇竜拳が出ない。これね、これがいいんすよね。お、大丈夫あれ、ちょっと待ってそう、これ昇竜烈破的なもの。普通の昇竜拳なんだけども、ゲージを1使うと昇竜烈破的な感じになる。この波動拳結構貫通するんだよね。強い、やっぱり。ちょっと相手には申し訳ないね、本当に。なんだよこいつって思われてるかもしれないけど、そんなのは知ったことじゃない。危ない。あれ、コキさん、ちょっと足短い、そういえば。投げてくんな。あれ、なんだ、昇竜拳が出ないぞ。昇竜拳が出ない病だ。波動拳は出るけど。ようやく出た。こっからね、強パンチからのね、待って、くらえ、ダメだった無駄にしたな。第1回戦目だから感覚をつかまないと。トレーニングとかしてからやってくればよかった。投げだな、なんかこういまいち食らっちゃうんだよね。どうよこれよし、あ、いた、変なんで知ってよ。下がりながらってできないのかな。よし、決まった。でも相変わらずちょっと、もうちょっとスマートに戦いたいな。まず1勝 You win. 昇竜拳のね、出が悪い俺の中で。昇竜拳だけでも練習してくればよかった。よし、65ポイントゲット。では次へ行きましょう。あ、再戦してくれるかな。よし、じゃあ行きますか。よく見たら向こう 0LP だね。ちょっとかわいそうだけど、もうそういうことも言ってらんないから、とにかく稼がせてもらう。まず波動拳の応酬になるんだろうね。のさ、ちょっとあれだな、空中での蹴りが。よし、いいね。これが出ちゃうんだよな。待って、
評判値からのキャンセル昇竜拳的なやつ、それをうまくつなげたいんだけどね。だゲージは3で使っていくより1でこまめに使っていった方が多分ねダメージは稼ぎ出せると思うんだよね。やっぱね昇竜拳がね基本的に強い。暴気だけじゃなくてさ、まあ、竜も剣も持ってるけど波動昇竜がね本当に使いやすい。あ来た、ちょっと待ってこれカードできる、危ねえ。いいね、ちょっと待って、使おう、使った意味がない。よし稼がせていただいた、申し訳ないね、こんなしょぼい戦いで。いいね、200乗ったよ。対戦相手を探しましょう。では第2戦目、あこれはチュンリーか、今までチュンリーを使っていたからな。しかしそんなものは関係ない。これ何コースなの、何286ポイント持ってる、これレベルって何なんだろうね。向こう168とかさ、すごくない、俺レベル4だからね。そういえばチュンリーからゴーキーに変えたけど、レベルは特にキャラクターごとに決まってるわけじゃないのか、そのまま引き継いでるっぽいね。ラウンド1ファイト、まずはこれ、よしで置き攻め、これってどこから削れるの、削れるか、あーこれはね昇竜拳はねただやっぱりガードされるとね確実に反撃を食らうからね。これそう2つ出るんだよね、これ使ってると。いって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 、なんだかんだで、ね、結構やばい、危ねえ。やっぱねこの話しながらね格ゲーやるっていうのがねまだ慣れないからね、集中してやるときとまた違うから言い訳だけど、はっきり言ってよし、これいいな、なんか強い、つながる、投げられんな、スピニングバードキックを使いこなしてくれ、すげえな、俺全然スピニングバードキック使いこなせなかったのに。これちょっと勝負を捨てた方がいいかもしれない、このゲージを貯めることに専念して。うまい、このチュンリー俺より全然強えわ。やばいな、これはもうちょっと牽制してなんとかするしかない。あ、やっぱ負けた、お互いゲージは3溜まってるか、これをどう使うかだよね。ちょっと距離を取ろう、空中はねなんか剣の方が蹴りが使いやすいんだよね。お互い様子見だな、ちょっと待って、足短、危ね危ね危ね、
よし、なんとか盛り返した。全てのゲージを使い切ったけど、あとは削りながら削りながらチキン戦法、よしよしよし、削りながら、あ、のっけ、空中投げか、やりおるわ、オッケー、いいね、後期の空中は多分中キックの方がいいんだよね。勝利の味、あ、連勝の味か。よし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 、再戦していただけるなら再戦しよう。なかなかいい勝負ではあった。ちょっと待って、この様子見の、ね、お互い様子見だからね。スピニングバートキックへ繋げるのがうまいな。キックだからこれか、中キックがね、俺ちょっと出しづらい位置にあるんだよね、ボタン的に。うまい、スピニングバートキックが本当に使い方がうまい。ちょ、待って待って待って、間違えてゲージ使っちゃったよ。本当は使いたくなかったんだけど、せっかくだから。これはなくなるからね。おお、あー、蹴りを食らったか。確かにね、下に向ける蹴りがね、いいんだよね。豪気の強キックは上に向けて蹴るから若干使いづらいところがある。剣はね、下に向けて蹴るんですよね。きちんと、いっていって、まあ逃げろ、無理か。おお、うまい。あ、あれ回復になるんだ。無理か。気候症。チュンリーはスピニングバードキックを使いこなせるようになるといいかもね。下ためっていうところがな、若干やりづらさはあるんだよな。剣にしよっかな。もう早速ちょっとキャラを変える。さて、このキャラクターはなんだ、よくわかんない。ユーリと読めねえんだけど、ユリエンみたいな。機体にポッチがあるってことは、なんかダルシムみたいにインド人なのかな。ちなみに V トリガーは新竜拳でいきます。相手の技が全然分かんないからな。おお、なんか突っ込んできた。おお、対空、対空あり、かっけえ。何これ、レイガン撃ってるよ。え、ちょ、待って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 、うお、読まれてる完全に。そう、これがね、いいんだよね、剣は。マジで強ジャンプ強キックがね、すげえ使いやすい。いけ、
なんだ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 、いやいや、わかんねえわかんねえなんかまたぐちゃぐちゃながらも勝ったな。若干トリッキーだねこいつの技、少し戦いづらいっていうのはやっぱある。OKOK 距離を取ろう。うわ波動拳か、昇竜烈波がねやっぱ強い。あれが当たらないか、え返すのこれ、そういう技やってみよう。ゲー2つ返ってきたありがとうございます。勝ちはしたがギリギリだった。称号はいいよな。お72も手に入れた、でかいね。あの、もともとああいうキャラなんかコスプレしてるのか。対戦してくれんならやろう、対戦してくんなそう。あやるか、900あんじゃん、完全に格上だな。やばい、完全に押されてる。やべ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 、せめてパーフェクト負けは避けたい。投げってさ、投げキャンセルできないの今回。近づかれたら投げられる。負けた。再戦するか。ゲー再戦してくんなかった。
win。 初昇格っすということで、とりあえず500に行ったかな。これでなんかリーグアップしたので、なんか負けても嫌なんで、ちょっともうここで申し訳ないけど対戦を終了したいと思います。でメインメニューに戻りましょうか。まあなんやかんやでね、まあ500行くのはまあでも1時間弱はかかりましたけれども、やっぱり龍剣豪気とかのね波動昇竜持ってるキャラがやっぱり使いやすいですね。まあ、ちょっと最初はね、全然使ったことのない、チュンリーのネタに走っちゃいましたけれども、まあ、格ゲーなんでね、やっぱ使い慣れたキャラが一番いいということで、まあ、一応、剣が俺の中では使いやすいかな。まあ、なんか見てみると少し、弱キャラみたいな感じでは、評価されていますけれども、まあ、そんなわけで、無事500ポイント、いきましたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。